生はですね、仙道生命科学研究支援センターというところですかね、こちら、うん、そうですよ。どんなお仕事を普段されているのかなと思います。あ、僕はライフサイエンスが専門で、細胞とか使って、もともとは紫外線が僕専門だったんですけども、はい、こう紫外線によって日焼けしたりとかするじゃないですか、はい、そういうふうなものをなぜなるのかとか、その薬を作ったり、はい、まあ、あ、そうなんですか、うん、それがもともとの専門だったんですけども、はい、今ここはこういう放射線とか放射性類塩素を使う、はい、施設で、はい、まあ、ここの安全管理もお仕事としてしなきゃいけないんですね、はい、研究じゃないんだけど、まあ、ある程度お仕事みたいなことで、はい、ということで最近は、まあ、福島の事故以来ですね、はい、まあ、ある面これも放射線安全管理でやってきたような仕事、例えば被爆管理、被爆線量の評価とか、はい、影響を考えるとか、まあ、実際測定するとか、はい、そういうスキルっていうのは通常の施設の管理で使ってきたもんだから、まあその関係で福島の事故以降もそんなちょっと仕事を、まあ、若干関わってるというところですね、はい、生物とかもなんか実験されるんですかね。それが専門です僕は。マウスとか。マウスはまあもちろん使いますけども、はい、どちらかというと僕は細胞培養が専門。あ、そうなんですか、はい、すごいですね。いやいや、もう簡単です。